崎チャンネル。じゃ。こんにちは。さて、あのよくまあ試合見てて思うんですけど、サインでキャッチャーいっぱい出すじゃないですか。でもサイン以外にもいろいろなんかこう。ジェスチャーあるでしょ。はい。だからこうとか。こうやったりとか、はい、キャッチャーが座って、あとこうやってやったりとか、はい、よくなんかこうやってあとはこうなんか丸描いたりとか、はい、よくやるでしょ、うん、今日は、うん、キャッチャーのジェスチャーについて説明します。はい、これを多分見て試合を見るとあれ何やってるかが理解できて、いやめっちゃ面白いと思うんですよ、はい、サインはね、はい、なかなか見破るの難しいですけど、はい、ジェスチャーはほぼ全キャッチャー同じ意思やと思うんですよ、はい、そんな聞いたことないんで、うん、それを今日説明します。はい、でもあれですよ、ジェスチャーはほぼみんなじゃあ大体同じってことは、その周りにバレてもいいことを伝えてるってことですよね。うん、あとバッターは見えないしね。あ、そっか、バッターには分かんないか、うん、でもそのショートとか、まあそれ見えてもそんな言うほど、はい、ピッチャーに対する意思の疎通だから、はい、別にそんなバレても、はい、特に問題ないとってことなんですね、うん、はい、だまず一番よく見るのが、はい、これちゃう。え、私なんかこれよりもこれとかの方がよく見ます。あ、これ。はい。これから行くじゃん。あ、じゃあちょ、これ教えてください。これは、はい、広くね。広くね。だからボールでもいいんだよっていう。あ、だからここストライクゾーンがあったら、はい、広く広くみたいな。はい。ボールでもいいからねっていう。え、なんで広く広くって。要は甘め投げんなよってこと。あー。ストライクからボールになる球とか、はい、ボールオッケーなんだよっていう。ボールオッケーだけど、ちゃんと甘いボール投げるなよってことなんです。そうそうそう。ボールオッケーだからねみたいな。だから広くストライクゾーンを広く使ってみたいな感じです。へー、広く広く、広く、はい、もうその意味でがキャッチャーが座ってこうやってやると、はい、ストライクゾーンを広く使えよっていう、はい、だから甘めに投げんなよと、はい、ボールでもいいんだぜっていうジェスチャー。へー、あ、そうなんだ、はい、なんか分かってるようで分かんないですね、はい、はい、でもまあ聞いたらおーっと思うし、なりますね。で、あとこれ、え、あとこうとか、しっかりやれよ、しっかり投げろよ、これは、はい、コースきっちりねっていう。あー、コース、こう、もうコースきっちり来てねっていう。へー、しっかりきっちりここに来てね。だからこれは、はい、広くね、ボールでもいいよ、これはコースきっちりねっていう、うん、コース意識しろよっていう、はい、甘め入んだよ、まあ基本甘め入んだよってこと今やすると、はい、もうコースきっちり、コース狙いよってことです、うんうんうん、だこういうパターンもあるんですかね、こういうこれ広くだったら、広、はい、こっちもまあもう上下左右広くねんだよもうボールでもいいんで、もうボールオッケー、フォア、あと空いてるからね、はい、だからこれもよくやんない、これ、え、これなんですか、これファースト空いてるから考えろよって、ファースト空いてるから考えろよっていう。あ、なるほど、ピッチャーちゃんと考えてねってみたいな、もうファースト空いてるからボールオッケー、フォアボールオッケーだからね、甘め入んないでねっていう。あー、なるほど、うん、これ考えてねって、うん、意識しろよっていうことです。なるほど、へえ。で、あとは、はい、あとまあこういうのもあるんですね、こういうの、これなんですか、はい、緩やかに投げていいよみたいな、違うな、ね、これ、はい、まあ、これはまあ2つの意味があって、はい、さっきも言ったようにストライクを大きく使ってねっていうのもあれば、うんうん、もうどこでもいいからストライクでいいよっていうっていうのはまあ2パターンありますね。とりあえずストライクを投げてね。そうそうそう、でもあるし広く使えよっていうパターンもあります。へえ、これってあの大体高校生とかもやってましたっけ。多分やってると思うけどね、うーん、多分分かんないけどね、多分やってると思う。それって一応打ち合わせとかしてるんですか。してない、もうあの眼光するとこ感覚ですねそうそうそうこれ、なんか間違ってることはないんですか、もう。そりゃ、まあないんじゃない、聞いたことないけどね。え、今、ジェスチャーの意味分かってるよねって聞いたことはない。ないですよね。ピッチャー、これ何言ってんだろうなって。あとこれ、はい。気持ちだぞ。自信持って、みたいな。気持ちで、あとは、みたいな。はい。え、それ、自信持ってってどういう時にやるんですか。だからもうボール、あの、多いとか、フラフラしてるとか、はい、もうあとは気持ちだぞ、みたいな。あ、もう考えなくていいから、もう気持ちで投げてこいってことですか。あ、なるほど。あと僕が使ってた場合は、はい、あのこういうのも使ってましたよ、こう。え、なんだろう、ちょっと待ってくださいね。向かってこい。おー、いいね。あ、俺に向かってこいみたいな。だからあのフォームが前に突っ込んできてないから、体重乗ってないから、はい、俺の方に突っ込んでこいっていう。へえ。俺の方に、もう俺の方にまっすぐ、まっすぐ俺に向かってこいみたいな。なるほど。それピッチャー分かってんですかね。まあだから同じチームにずっといると分かるよね。はい、あ、まあそうですね。うん、
どういう状況で言われてるかって思うのが分かりますね。もっと俺の方に向かってこい、もっと俺の方に向かっていく感じで前に力出してみたいな感じをこうやってよくやってた。へえ。そう、ジェスチャーってもうキャッチャーがもう自分で考えてるというか、もう自然にやって出てる。自然に出る時もあるね。もうへえ。もうそのとっさ、もうこんな時なんてもうとっさじゃ、とっさだし、はい、そんな猶予ある時じゃないじゃん、はい、もう俺に向かってみたいな、もうこっちこっちにみたいな。あ、怒りのジェスチャーとかないんですか？それはあるよ。怖い。まあ、頭使えよってこと。ちょっとは考えて投げろ。ダム、ただなんかダートなんて投げてやがってみたいな。あとこれもよく見るでしょ、これ。もうこれはわかるでしょ。これ低め低め。そうそう、低め。それはわかりますね。うん、低め低め、うん。あとはね、はい、こういうのもあった、俺は。え、それなんだろう。バックバック、違うな。え、なんだろう。前のめりすぎだよってこと。お、そうそう、先と逆で突っ込みすぎだから、はい、もっと重心乗せろっていう、そう突っ込んでくんなっていう、逆に。へえ。突っ込みすぎっていう。あ、わかりますね。なんとなくもう体感で。わかるでしょ、感じ。はい。でしかもその自分の癖がわかってるから、はい、大体そうやって言われるピッチャーって一緒のピッチャーだから。うんうんうん。そこを直すとこだから。あ、やっぱピッチャーによってこのジェスチャーが多い人とか、うんうん、こっちが多い人とか、うんうんうん、あるわけですね。うん、あとはね、こうとかだと、うん、これだけ。はい、これだけだと、はい、あの高さだけ意識してねっていう。ああ。甘くてもいいから低くね。はい。高さだけ。うん、だコースはもう正直どっちでもいいから。コースはそんな気にしなくていい。はい、高さだけ。高さだけっていうのは低めだけでも高め。低めでもいいし高めでもいいし、中途半端とかダメだよ。もう高さだけ気にしてみたいな。コースはいいみたいな。あれ、球種の指示で出すじゃないですか。うんうん、でも高め低めっていうのは構える位置とかで一応出してるんでしたっけ？まあ、それもあるし、はい、あの高さとか低さとかもサインで出すときもある。あ、ある。え、どうやってサイン出すんですか、高め低め。うん、それは企業秘密だね。あ、そっか。それはちょっと分かりすぎてバレちゃうから。あ、そうなんですね。へ、うん、あ、サイン。それは今のね、プロ野球選手のためにね、はい、あの俺のコンプラで引っかかるんで。あ、そっか、まあサインの球種はもういろいろ全員違うから分かんないけど、うん、でも超簡単よ。あ、そうなんですか。じゃあここモザイクね、これだよ。あ、それめっちゃ簡単ですね。うん、そうそうそう、はい、もうそれだったら。あとはね、うん、こういうのもある。へ、回したらそれ見たことある、うん、とかね。これ何ですか。高めとか。あ、でもこれがサインの時もあるから。あー、なるほど。まっすぐでツーシームみたいな、はい、とかもあるから、はい、これは人によって違う。あ、なるほど。だからモザイクしなくていいわ。はい、そうですね。あ、見せるわやっぱり。でこれとかもなんかやってたら分かりますもんね。そうそうそう、 だってバッターに分かんなかったらいいんだもん。そうですね、うん、バッター見てないし。だって人によって変わるわ、今思ったけど。結局こうやってやってる人もいるかもしれないし。あ、そう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 、あとこうやってやってる人もいるかもしれないしね、はい。まあ、でもその指示がないときは、うん、高め低めどっちでもいいから。あとは構えたところでね、まあ、どっちでもいいからっていうときもあるし、うん、高さだけ気にしてねっていう。へえ。コースだから、コース気にしなくていいよっていう逆アドバイス、うんうんうん、コース気にしなくてもいい、高さだけみたいな。でもあれですね、すごいそうやってやることによってちょっとピッチャーに余裕を与えてるわけじゃないですか。うん、まあ余裕を当ててるのかプレッシャー当ててるのかわかんないけどね。サンタさんの場合プレッシャーになってそうですよね。しっかり投げてこいやっていう。あとランナー出たバージョンもあるからね。あ、違うんですか。じゃあ満塁、はい、ワンアウト満塁で、はい、ピッチャーに、うん、えこれワンアウト満塁でピッチャーに向かってダブルプレーいけるよ。どこの？え、ワンアウト満塁ですよね、うん、ダブルプレー狙っていこうぜみたいな。そうですか。これ、はい、ダブルプレー。それなんかこれじゃないの？そうですね、これじゃないですね。アロハになる。アロハですね。え、なにこれ。ほら、こうこう、これ、これ、こうだよ、こう、これがすごい。だからこう、こうだからね。え、袴田さんがピッチャーだ。こうじゃダメってことですね。こうはダメ。ダメ。こう、これに意味がある。うん、ワンアウト満塁。え、全然わかんない。ホームゲッツ。あ、セカンドじゃないよ。ピッチャー行ったらあなたと私。あ、なるほど。ホームゲッツーねっていう。セカンドじゃないよっていう。はい、だこうやってこうってやるんです。だゲッピッチャーゴロ、はい、ピッチャーゴロホームゲッツーでって。なるほど。まあ、でも一応ダブルプレーですね。だからどこのって聞いたじゃん。 あ、そういうこと。うん、だからセカンドだと、はい、セカンドじゃないからね。そうですね。だからこうやってこれは、はい、ホームゲッツーね。なるほど、俺とお前でゲッツー取るぞってことですね。だからピッチャーゴロはホーム投げてるってセカンドじゃないよっていう。はい、なるほど。あとは、うん、ランナー1・3塁、はい、ノーアウト・ワンアウトで、はい、
時に、はい、こう今ピッチャーにやったんですよね、うん、ちょもう一回やってくださいピッチャーに。わかった。何？犠牲フライ来るぞピッチャーに。今あのちょっとよく、じゃあこれはこれ何、これは何、じゃあ最初のこれ、これどこ指してます。いやホーム、ホーム、いや俺はキャッチャーでピッチャーだったら、はい、それホーム見て三塁いるぞ、三塁いるぞ、次戦で打つぞ。違う、もう意思の疎通できてへんやん。これがどこ指してるか分かんないんですよ。ピッチャーゴロ、これピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ、はい、三塁ランナー見ろよ一回、うん、はい、見て、うん、走ってなかったらセカンドゲッツーねっていう。あ、走ってなかったらセカンドゲッツー、だから取ってすぐセカンドゲッツー行くなよと。はい、一回見ろって三塁が走ってるかどうか、どうか見ろと、はい、で走ってたらこっち、はい、挟まるランダムプレー、はい、うん、走ってないのを見てからゲッツーねっていう。なるほど。だからこうやってちょっとジェスチャーだけで言語長くないですか。ジェスチャーにしては言語長すぎじゃないですか。なんでピッチャーゴロ、はい、三塁ランナー見てからゲッツーねっていうこと。ああ、いやこれはなんかレフトとか指してんなみたいな。まあでも状況で違いますもんね、うん、はい。難しいな、でめっちゃ面白いこれ。あとはそのノーワード満塁、はい、ワンアウト満塁でも、はい、これもある。ピッチャーゴロ、これピッチャーゴロ、うん、あ、ピッチャーゴロもうセカンドだぞと。そうそう、ホームゲッツーじゃないよと、はい、ピッチャーゴロはもうセカンドゲッツーねっていう、うん、ホームゲッツーじゃないよとかね、取ったらあっち投げろよってことですね、うん、そう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 とかも。ああなるほど、これ面白いですね、ピッチャーゴロだぞっていう、うん、これ大体、これは大体ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ、うん、みんな大体やります。うん、まあまあ大体そうだ、大体そんな感じ、うん、へえ。いやでもキャッチャーって大変ですね。あとはね、あと、はい、じゃあ次で、うん、はい、早かったな。早かった。お願いします。私ピッチャー。ピッチャー。はい。やべ、もう最初2個、1個しか覚えなかった。ファーストゴロ。うん。うん。ま、ファーストゴロの次何でした？ファーストゴロ。ファーストゴロ、セカンドゴロ。むずい。これよく覚えられますね。バッター左。あ、バッター左。左。はい。ファーストゴロ、ファーストゴロ、ベースカバー行けよ忘れず。あー、なるほど。ベースカバー行けよなんですね、うん、でもこれ投げた後も指示もしますよね、ベースカバーとか。もうそこは言ってから行くんじゃ遅いよね。あ、もう先に、うん、忘れてる時だけ言うの。はい、あととかサードとかだと、うん、あれ、でもそのジェスチャーって投げる直前にやってるってことですよね。うん、あ、もうサイン出す前ね、立った後、まあランナーいなくてもバッター来た時に、はい、ああなるほど。これジェスチャー出してるのにピッチャー全然見てないこととかないんですか。いや見てなかった、おいって呼ぶから。声出して届くんですね、おいっつって。で今のだとバッター左、はい、セーフティーあるやと、はい、サードが出てくるからお前はこっちに落ちる、降りるっていう。ピッチャーはサードが来るからお前はファースト降りるみたいな、はい。ああなるほど。いやでも面白いですね。でもあの忘れないように全部言うっていう。うんうんうん、うん、これピッチャーにしかそういうジェスチャーってやらないんですか。うんうん、あ、二遊間とかにもやるよ。へえ。おい、じゃあショートショートはい、おい、もう一回お願いします。難しい。もう一回、もう一回ショートね。ショート、はい、これショートに向かってやってるんですよね。そう、はい、ランナーいるぞ、ランナーいるぞ、ちゃんと見ろよ。走ってくるぞ、3投あるよと、はい、ノーマークにしないで意識しとけよっていう。あ、大体合ってますよ、まあまあそうだね、大体、はい、そういうのも言う、走ってくるからっていう、うん、だからピッチャーとかにもセカンドランナー走ってあるからちゃんと見とけよっていう、はい、あ、なるほど、うん、盗塁とかそういうのも、そうそう、ケアしろ、そう忘れないようにっていう、はい、一定なると走られちゃうよっていうね。うん、まあキャッチャーってこうやって全部を見てるわけですから、うん、全体像を見て
各所に、うん、まあ、指示は出してるわけですね。でもしドラッグバンドがありそうだったら、はい、ファーストにドラッグバンドあるよと、うん、ピッチャーサード降りるからお前取りに来いよみたいなとか。難しい。ジェスチャーめっちゃいっぱいある。ありますね、うん、いやそれ見てると面白いですね。だからそれ見たら何言ってるか分かるじゃんね、うん、はい、分かりますね、その状況に応じて。ちょっと早くて私はもう読み取れないですけどねでも何か言ってる何か言ってるっていうのは見ると、ってことはもしかしたらショートに言ってたら、あ、ショートなんか次なんかあるかもしれないとか、その注目打点にはなりますね。そう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 、うん、あとはこの二遊間こうやってなんか隠してこうやってんの、はい、セカンド同士で、はい、あれ何やってるかっていう。セカンドショート、セカンドショートはこうやってグラブで隠して、え、なんだろう、これまで盗塁とかの話ですか。うん、盗塁もそうだね。はい、ランナーがこれいる時ですね。いる時、いる時ですね。次盗塁来るかもしれないから注意しろよって。セカンドベースにどっちが入るかっていう、はい、あのをどっちが入るっていう。あー、なるほど。両方入っても無駄じゃん。そうですね、だからどっちが入るかっていう、セカンドベース走ってきた時、盗塁した時とか、うん、もしくはまあ、ゲッツーの時とか、はい、どっちが入るかっていうのの。そうですね、うん、どっちも入れるんですもんね、うん、そう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 、うん、入るかっていう。じゃあショートが、じゃあ俺が行くってなったらちょっとそのファースト寄りに、だからセカンドがファースト寄り守ったりとかちょっとショートになるし、うんうん、セカンドが入る時はショートがこっちを、あとバッターによってね、左右とかじゃなくてバッターによって、あとピッチャーゴロでもどっちがセカンドに入るかとか決めて、それピッチャーには言っとかなきゃいけないから、はい、ピッチャーにちゃんと二遊間は投げる前にピッチャーゴロどっちが入るかは言ってる。あ、そうなんですか、うん、へえ。本当あれですね、ランナーとかこう状況変わるたびにみんなコミュニケーションを取ってるんですね。そうそうそう、だから見てないやつは腹立つよねいるんですね。おいって呼ぶだからいや意外となんか、まあ、外野の人とかもそうですけど、うん、こう注目してると外野とかってあんまりコミュニケーションそんな取らないじゃないですか、うん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 、なんか面白いですよね、うん、ちょっとポケッとしてたりとか。そう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 、うん、だからそういう、まあ、外野が一番暇だよね。だからそのなんかあんまりそのフォーメーションとかないからね、自分たちの間合いの感覚だけだから、うん、だからキャッチャーが一番あるんじゃない、ジェスチャーは。ありますね、ああ、まあ、外野のでもこうやってワンアウトとかツーアウトってやってるの好きですよこうなんかこうやってこうやってセンターがやるじゃないですか何の意思の疎通でもないけどねワンアウトあれないですか、何ですか、アナウンサーのジェスチャーなんか。あ、まあでも見えないところでフロアとかに。でもこれ佐藤さんもテレビやってるからほとんど一緒なんじゃないですか。でも別に俺は急のことないじゃん、進行しないから。ああ、まあディレクフロアディレクターから、うん、よくだからディレクター向こうから、あ、次コメント10秒でとかっていうのはあるけど、こっちからのアンサー、あ、こっちからはなかなかないの。なんかこう緊急事態があって、なんかこうどうこうなんかサインとかないの。サインは決まったのはないので、うん、その金なんかもうどうしようってなった時の、うん、もう自分なりのあれですよね、原稿ないとか次ないとかもう必死ですよ、ほんと V 館に次の原稿とか入ってくるはずなのに、うん、来ない、うん、来ないってなったら、もういいフラ分かってない、多分だって生放送中って、はい、マイクが聞いてるかどうかって僕ら分かんないじゃないですか。そうなんですよ、だから基本、うん、余計なところで喋れないじゃないですか、はい、オン乗っちゃったら困るから。そうそうそう、だから言えないんですよね。なんかマイクさんが、あ、でもそれもあの上で、上サブで、うん、マイクを下げることも可能じゃないですか、うん、なんか今言いたいから、うん、マイクあの下げてみたいなのをフロアに言ったことがあります、うん、それでフロアさんがあの多分袴田ちゃんのマイク今下ろしてって、うん、普通に喋ったりとかはありました。あれなかなか難しいですよね。そうですね、たまにビビるのはね、カンペが出ない時ですよねあの次の進行のカンペとか、あれカンペ出ないけどみたいな、うんうん、あの細かい数字の説明カンペ頼みだったけど言えるかなみたいな、あ、ね、今打率が何割何分何厘で、はい、今週打率何歩でしたみたいな、はい、その状況の説明とかできるけど、うん、細かい数字って難しいじゃん、ね、難しいですね。だそことか出えへんかった時迷うよね、あれみたいな出るかな出るかな出んのかな、ちょっとドキドキするよね。なんかカンペ頼みになると意外ともう不安がありますよね。なんか そうここだけカンペお願いだからここだけでいいなら出してくださいって時に、うんうん、違うとこ出された時とか、うんうん、めっちゃテンパりましたもん、うんうん、え、なんだっけ、何もう適当なこと言うかみたいなカンペの場所違うとかいろいろありますね、ね、はい、
まあ、でもね、今のこのジェスチャーを聞きながら野球中継見てると、はい、よりまた楽しめるかもわかんないですね。そうですね、見る場所がちょっと変わってきますね。そうそう、どういう意味をするかとかね、うん、何が言いたいのかね、はい、まあ、それを聞いてね、ちょっとゆっくりまた見てやってください。はい。